華やかなセレモニーが終わるとスターティンググリッドに次々とマシンが登場してきます。日本チームは日産日賀が出走25番と日産アマダチームは34番と2台のマツダが26番と30番とと高橋国光操るケンウッドポルシェ15番とトヨタトムスチーム42番手トヨタドームチームが31番手でスターティンググリッドにつける。あるドライバーが僕にこう語ってくれました。スタート前は何度経験しても緊張するんだ。レースで走る者にしか分からない気持ちだろうけど、でも舞台で幕が上がる前の役者の気持ちと同じかもしれない。あの幕が上がる前の何とも言えない緊張、興奮、迷い、今その栄光への24時間の幕開けの時を30万を超すギャラリーが、50台のマシンが息を呑むかのように静かに待つ。午後3時54分、ペースカーを先頭にゆっくりとローリングスタートが切られた。
ルマンが僕の目の前で動き出しました。50台の鉄の塊が一斉にうなりを上げて1周 13.5 キロのコースを爆音で包みます。ドラマを作ると言われるユノディエール、約6キロもある非常に長い直線です。予選においてこの直線で時速374キロという新記録をマークした7番高級ポルシェがスタートから好調にトップをキープ。最初の1時間のベストラップ3分27秒00をマーク。1時間ごとのベストラップを出した車に与えられるアマダスプリントカップの最初の賞金を獲得。